17歳の時に父が突然亡くなりました。すごくショックで学校に行けなくなっちゃったんですね。その勉強する意味が分かんなくなっちゃったんです。その後何かこう資格がある職に就いたら外の厳しい社会から守ってくれると思って、看護師の勉強は必死にしてきました。看護師になってから東京に出てきたんですけれども、患者さんの多くは高齢の一人暮らしの方がとても多くて、そういった方ってその病院に行くだけでもすごく大変だったり、あと、年齢を重ねると自分で薬の管理ができなくなったり、いろいろな課題に直面したんですね。その時に私の中で医療の課題を解決するっていうこととプログラミングを挑戦してみたいっていうことがつながって、たまたまコードクリサイスの卒業発表であるデモデーに参加しました。その第一印象がすごくこう生徒も先生も楽しそうだなって思ったんです。佐野美久と言います。コードクリサリス14期生です。今はヘルスケアカンパニーのケアコムで働いています。ゼロからのスタートでしたが、イマーシブコースは日本語と英語クラスがあります。ぜひチャレンジをしてみたいと思ったので英語クラスを取りました。最初はこうフラストレーションがありました。まずこうテクニカルな言葉についていけなかったり、話してる内容そのものがなかなか聞き取れなかったり、でも先生がすごくこう質問してっていうのを背中を押してくれているので、私も自然に先生や隣のクラスメートに聞けるように変わっていきました。コードクリサリスのイマーシブコースに3ヶ月間通うことで、私は最後の個人プロジェクトとして Google マップを使ったウェブアプリケーションを作ることができました。アプリケーションをどう作るかも知らないところからのスタートでしたが、どういうふうにこうデプロイをするのかとか、どういうふうにこう写真のデータは保存するのかっていうところを、ただこう受け身で教えてもらうだけじゃなくて、先生が質問をすることをすごく応援してくれたし、また自分でどうやって勉強するかっていうところも合わせて学ぶいい機会になりました。テクノロジーの世界はすごく流れが速くて、どんどん自分から吸収していかないとついていけません。この学校では JavaScript を基本に学びましたが、卒業してからは新たに2つの言語を習得して仕事で使っています。今までの自分の経験を生かして、その医療連携の開発のシステムに関われるっていうところがすごくやりがいを持って働けていて幸せです。